ごご覧いいただきありがとうございます現地7月15日に行われたヤンキース対レッドソックスの一戦4対3とレッドソックスリードで迎えた9回裏ヤンキースの攻撃先頭のグレイバー・トーレスが内野安打で出塁同点のランナーが出て迎えるはマット・カーペンターその初球低め判定はストライク外れていたようにも見えましたがカーペンターは涼しい顔改めて確認してみるとやはり低めに外れています これに納得いかないのはヤンキース、ブーン監督。お前枠がさ、あるんだからよ。そんなブーン監督を球審は即退場に。ストライク、ボールの判定の抗議は許されないとされ、基本的には抗議した時点で退場となります。おい、お前どうせ退場なるな。言わせてもらうぞ。お前なんだあのやる気ねえのはと。気持ちを入れろよ、と。 これボストンとよ、うちのライバル対決で9回裏だろ、と。なのにお前はしょうもないコールしやがってこれ。見てみろこれ。もう一回、ほら、と。軽いんだよお前のは。大丈夫って、そうじゃねえだろ、と。こうやってやんだよ、ほら。全然違うだろなんか嫌なこと思い出してみろ。気持ち入るから。ちょーい。 ギャロほらな、怒りをぶつけるんだよ、見つけろ、お前の中の上位ギャロそんなブーン監督はこれで今シーズン5回目の退場、これはカブスのデイビッド・ロス監督と並んで、今シーズンの退場回数首位タイ、3位には4回のチャーリー・モン・トーヨー監督が控えていますが、現地7月13日に残念ながら解任されており、シーズン残り2ヶ月、この位置をキープするのは厳しそうです。 そして4位タイにはジョー・マドン監督解任を受けて監督の座についたのは6月からというハンデがあるにもかかわらずエンジェルスのフィル・ネビン暫定監督がつけていますペナントレースの行方とともにこちらのタイトル争いも注目です現地8月21日に行われたトロントブルージェイズ対ニューヨーク・ヤンキースの一戦1回裏ヤンキースの攻撃はワンナウトランナーなしでアーロン・ジャッジブルージェイズの先発はアレク・マノワその初球インハイへ ワド球ただジャッジは特に熱くなることはなくこの打席はサードゴロに倒れますこの後ヒットで出たリゾを一塁に置いて DJ ルメイユがレフト前へエンドランでスタートを切っていたリゾはサードへここへレフトグリエルジュニアの送球が乱れヤンキースが先制しますその後試合は2対1となり迎えた5回裏ワンアウトからベニンテンディが宇宙間へのツーベース続くバッターはジャッジ その初級、インハイ。今度は当たります。プロテクターでカバーできている部分でしょうか。痛みはそれほどでもなさそうですが、さすがに2回目、苛立ち、マウンドへ向かいかけるジャッジ。これに熱くなって真っ先にベンチを飛び出したのはゲリットコール。ブルージェイズベンチも反応して一触即発。ただ、ここはジャッジが冷静にコールを抑えます。なんでだよ。 俺はお前のためにやるぞと。いきり立つコールですが、当事者同士はわざとではないことを確認し合って和解。いや、すいませんでした。ただコールうるさいっすわ。わかったわかった。なんとかするから。なんだよ、うるせえって、おい。いや、マジいいっすから、もうほんと。屋根の修理終わったんすかもうちょっとだよ。と興奮状態のコールですが、前日の当番で失点を重ねた後に取り掛かったダグアウトの屋根の修理に戻るように促されます。 ジャッジの的確な指示によりこの場は収まり、両チームが乱闘に発展することはありませんでした。その後、ガードナーから受け継がれる技術で現場作業を終えたであろうコールも冷静さを取り戻しています。なお、試合は2対2で迎えた7回裏、ワンアウトランナー2塁でベニンテンディ。ヤンキース加入後初となる一発は決勝のツーランホームラン。ヤンキースが4対2で勝利、ブルージェイズとの4連戦、スイープを免れ、1勝3敗で終えました。 試合後ののマノアのコメントです改めて故意ではないことを強調、そしてコールに関しては怒りをあらわにしていたのに、アウディのロゴを超えてこなかった。 自身に向かってくることがなかったと挑発してみせました。現地9月4日、ニューヨークヤンキース対タンパベイレイズの一戦。1対0とヤンキースリードで迎えた5回裏、レイズの攻撃。バッターはテイラー・ウォールズ。マウンドにはフランキー・モンタス。フルカウントからの1球。ウォールズがスイング、ボールがこぼれます。ファウルチップかと思われましたが、キャッチャー東岡のミットがウォールズのバットに触れたと判断され、打撃妨害。ウォールズは一塁へ。いや、何、ファウルだろうと ブーン監督、判定打撃妨害。嘘でしょーと。落胆から完全に脱力してしまいますが、それでも気を取り直して抗議に向かいます。いや、ありえないって。こんなにミッドと離れてんだから。ねえ、ジャッジと大谷ぐらい離れてるよ、お前。ジャッジだろと。いや、言うほど離れてないっすよ。50本打ってんだよ、お前。いや、やっぱ二刀流すもん。いや、わかるよ。あいつはすごい、本当に。ただ今回はジャッジよ。 いやでもこの前直接対決で撃たれたでしょ。どれほだよ。あのー、ダグアウトの屋根修理する子いるでしょ。コールなうちのエース。確かに二刀流直接対決だったけど。それだけじゃねえだろ、と。あと、翔平は当たりがいいんですよ、俺たち審判に対して。手チェックするときな。ニコニコしてるもんな。まあ俺もあいつもそういうとこ好きだけどさ。頼むよ、本当に。このように、自らのチームのアーロン・ジャッジが MVP だと猛烈にプッシュ。 急進と熱い議論を繰り広げたブーン監督は結果退場処分となっています。ブーン監督はこれでシーズン7回目の退場。退場を争いでは2位のツインズ・ロッコ・バルデリ、カブス・デイビッド・ロス両監督に2回差をつけて首位をキープしています。9月に入り各チーム残り30試合を切る状況での2回差はタイトルに向けて大きな前進だと言えるのではないでしょうか。 ちなみに今回のキャッチャーの打撃妨害についてはビデオチャレンジが可能ですがヤンキースは前の回に別のプレイでのビデオチャレンジに失敗その時点でチャレンジの権利を失っていたためこのプレイに対してチャレンジを行うことはできませんでした現地9月2日に行われたミネソタツインズ対シカゴホワイトソックスの一戦3対3の同点で迎えた9回裏ホワイトソックスの攻撃バッターはジョシュ・ハリソン マウンドにはトレードデッドラインでオリオールズからツインズへ加入したホルヘロペス。その初球、シンカーが近めに行きます。ヒヤリとしますが当たってはいません。その後3球目でセカンドゴロに打ち取ってワンアウト。続くバッターロミー・ゴンザレスはレフト前へ運んでランナー1塁。アスレチックスから加入したアンドラスはライト前へ。1塁2塁。サヨナラのチャンス、ホワイトソックス。ここで迎えるバッターはアンドリュー・ボーン。 その初球は左肩へのデッドボール。97マイルのシンカーが当たります。ボーンは睨みを効かせますが、マウンドに向かうことはありません。ただ、これに熱くなるロペス、これを球審、そしてキャッチャーのサンチェスが抑えます。やめとけって。あの人来ちゃうから、と。そのあの人がやはり動きます。この一言でランスリン軍団がマウンドへ向かってきます。軍団トップのリンが自ら先頭に立つ。 これにはツインズベンチからも選手が飛び出してきます。あいやめろやめろーと迫るリン。ロペスを探しているか、ただロペスは間一髪難を逃れます。捕まってたら終わってたぞーと熱くなった両チームですが、その後、乱闘に発展することはなく別れていきます。圧倒的な存在感を放つリン。デッドボールを受けたボーンとの話し合いに出向き、和解することに成功したカルロス・コレアでさえ、リンを見かけた際には、うんと、すぐにキビスを返します。 本能が危険を察知したのでしょうリンに絡むことなくやり過ごしますコレアは難を逃れましたが試合はホワイトソックスが4対3でサヨナラ勝ちを収めています現地9月6日に行われたブルージェイズ対オリオールズの一戦6対5とオリオールズリードで迎えた7回表この回1点を返し1点差に迫るブルージェイズはツーアウトでバッターマット・チャップマンオリオールズのマウンドには昨シーズンまでブルージェイズに所属していたブライアン・ベイカー その初球は、外、低め、判定、ストライク。ベンチで渋い表情は、7月に解雇された、モントウヨ元監督に代わって指揮を取る、ジョン・シュナイダー、暫定監督。2球目は、スイング、ファールで、ベイカー、追い込みます。1点差、同地区そして、ワイルドカードのライバル、踏ん張れるか、ベイカー。4球目、外,外、外れます。 そして5球目、空振り三振、マウンドを降りるベイカーですが、ここでブルージェイズベンチに向かってこのジェスチャー。ごちゃごちゃヤジ飛ばしてんなよという感じでしょうか。お、はいと、分かってんだろなんだとブルージェイズベンチ、シュナイダー監督は全力ダッシュで止めに入りますが、ベイカーも引かず、両軍入り乱れます。おいと、やめろやめろ、やめろ、 特に熱くなるゲレーロニアとテオスカー・ヘルナンデス。ここにマテオ一人で対応。踏ん張りますが、やっぱり厳しい。突破を許します。ただ、この時点でベイカーは混乱に乗じてベンチに下がっていきます。ゲレーロニアとヘルナンデスでは分が悪いという冷静な判断でしょうか。おーいと。お前ちょっとこっち来いと。収まらない二人ですが、ここで間に入ってきたのはオドア。狂犬、オドアです。上勢はありませんが、強烈な右を持っている狂犬が二人を押し返します。 かつて補正バティスタを九死に残る右ストレートで沈めたオドア。そのバティスタはゲレーロ・ジュニアとヘルナンデスにとってはドミニカ共和国の同胞であり、ブルージェイズの OB。その憧れの先輩を沈めたオドアのプレッシャーを感じたでしょうか。さすがの二人も後ずさり。そんなオドアですが、この日は暴れることはなく、冷静に場を収めます。若くしてメジャーで大活躍しましたが、その後、レンジャーズ、ヤンキースで二度の DFA を経験。苦労もしました。 そして昨年には女の子を授かったことも影響しているか、かつての狂犬も今やピースメーカー。それでも貫禄は十分。そんなオドアの働きもあり、両チーム冷静さを取り戻します。ただヘルナンデスは若干不満か。なんだよと。何見てんだよと。いや違いますよ。睨んでないっすよ。オドアさんじゃないっす。あの煽ってきたやつですよ。いいからお前下がれよと。わかりましたよ、あったけ。てか俺年上っすよ。 結局最後もオドワ抑止力で場は収まり、この一件で両チームから退場者が出ることはありませんでした。現地9月12日に行われたロサンゼルスエンジェルス対クリーブランドガーディアンズの一戦。5対4とガーディアンズがリードの7回裏、ガーディアンズ2アウトランナー1塁2塁のチャンスでバッターはアンドレス・ヒメレス。エンジェルスのマウンドにはライアン・テプラ。カウント1ストライクからの1球、スイングはしていません。 スイングはありませんでしたが、ヒメネスの左足に当たったかもしれない、デッドボールかもしれないと、この後若干の間を置いて、ガーディアンズ監督のテリー・フランコーナーは、チャレンジ、リプレイ検証を要求。スローで見ると当たってはいませんが、いずれにせよ、フランコーナー監督はリプレイ検証を求めます。これに消極的な球審と審判団。 チャレンジ・リプレイ検証は当該プレイが起きてから20秒以内に要求されなくてはいけないというルールがありますがその20秒を超過したと見たようですいやーちょっと20秒超えてますね何いやお前測ってねえだろお前のさじ加減だろそれとお前今大事な時なの俺たち地区首位で分かってますよお前総年俸下から4番目で首位だぞエンジェルスみたいに金あるわけじゃねえんだよ あんだけ金使って、トラウトと翔平がいたら、普通は勝てるチームができんだろう怒り浸透のフランコーナー監督はもちろん退場処分を受けましたが、最終的にこの場が収まるまでには5分以上を要しました。マウンド上のテペラはさすがに間が長すぎる。試合再開の前にウォームアップが必要と投球練習を試みますが、これを球審が許しません。ダメだよ、許可なく投げちゃう。これに対して今度はエンジェルスのネビン監督が抗議へ。 高級練習ぐらいいいだろうよと。分かりますけど時間短縮しなきゃいけないんですよ来年なんかピッチクロック入るんですからいや来年俺いると思うかお前でも GM に気に入られてるんでしょそうだけどいや売るんだようち球団をえー、そうなんすかってことはそうだよペリーと一緒に切られるかもしれないんだよえー、退場とショッキングな未来予想を聞いた球審は思わず退場を宣告 ただ、この混乱の中で、ネビン監督を犠牲にする形にはなりましたが、テペラは投球練習を行うことができました。ガーディアンズ、テリー・フランコーナー。エンジェルス、フィル・ネビン。両監督が同じ場面で退場するという、前代未聞の事態となったこの試合。ガーディアンズリードの9回表、2アウト、バッター、サイスのカウントは1ボール、2ストライク。試合終了まで、あと1球かという場面では、ファウルチップが球芯を直撃。 脳震とプロトコルに基づき大事を取ることになり、球審も退場しています。試合はガーディアンズが5対4で勝利。エンジェルスネビン監督は今回で今シーズン4度目の退場。5月途中の就任ながら退場ランキング4位タイ。この時点で首位のブーン監督とは3回差としています。昨シーズンはそのブーン監督と共に戦い、サードコーチながらも1回の退場を記録。その片鱗は見せていましたが、 途中就任のルーキーでこの回数。続投の決まった来シーズンはさらに回数を伸ばし、タイトル争いに絡んでくることも大いに考えられます。そしてこの時点でランキング首位に立っていたブーン監督は、シーズン終了までの約1ヶ月弱でさらに2回の退場を記録。シーズン通算9回とし、見事自身初の MLB 退場王に輝きました。ご覧いただきましてありがとうございました。 よろしければチャンネル登録をお願いいたします。